どうも、ともやんです。今日は、ボレーの解説をしていきたいと思います。まずグリップなんですが、基本的には、コンチネンタルグリップ、まっすぐのグリップと言われています。ここからちょっと多少薄くなる方とかも結構いるんですが、ボレーっていうのはもうグリップに応じて打点が変わってくるので、これちょっと気をつけてください。グリップに応じて、僕の場合はちょっと薄めなので、体を、まず一つ目のコツなんですが、体をボールが飛んできたら少し横向けた状態で待ってもらうということをすごく意識してくるので、これ一つ、なぜこれを意識するかというと、右肩が後ろに行くことによってボール打つときに関節がグッとラケットを押していくような感覚になる。前向いてこうやってしまうと力を使ってスイングしてしまったりとか、ラケットを振る原因になってしまうので、ボールが飛んできたら体を少し横向けてもらうということを一つ、気をつけていきましょう。次2つ目なんですが、ボールが飛んできたらこの形作っていただいて、この時にボールの高さより少しラケットを上に上げるような感覚でセットしに行ってください。ラケットのこのフェイス面とボールが同じ高さではなくて、ボールに対して少し上からラケットを持ってくるという感覚でセットしてもらったら結構です。こういう感覚ではなく、ぐっと上に持ってきてもらう感覚で、ボールを待てるようにしてください。3つ目なんですが、3つ目気をつけてもらうこと、1つ目が、体の向き、2つ目はラケット少し上げてもらってセットしてもらったらボールを待つということです。もういい形で待っているにもかかわらず、うわーって自分からラケットの先から振っていく人がすごく多くて、最終的に終わった後にはラケットがネットより下で終わってしまっているという方がすごく多いので、ボールを待って本当に当たる瞬間にグッと止まるような感覚でラケットを止めてもらうと、ネットより高い位置でラケットが終わったりとかするので、基本的な高さのボールっていうのはこういう感覚でフィニッシュしてもらう。だから終わった後はラケット面が、自分の狙いたい方向に向けるような感覚で終わってもらったら結構です。はい、では、今の3つを気をつけながら、ちょっとボールを打っていきたいと思います。まず一つ目が、このボールが飛んできた、時に体の向きをこういう状態で待たない、前向いた状態ではなくて少し体の状態を構えた状態のままラケットというか体を少し斜めに向けてもらうということを意識してもらって、で2つ目、ボールが飛んできたらボールより少し上にラケットをセット、ラケットの先をちょっと上に持ってきてもらう、大げさにやってしまうと振りかぶってしまうので、ほんの少しで結構です。ほんの少しで気持ちね、気持ちボールの高さより上にラケットをセットしてもらう。で3つ目が、ボールをしっかり待って打てるように、待たないパターン、やっぱりこうですね、ラケットの先を振ってしまうということが起きるので、コツとしてはラケット全体が同じスピードで当たりに行くような感覚でボール打ってもらったら結構なんで、ラケットの先だけがこうやって先行するようなボレーしないように、ラケット全体が同じスピードで動くようにボールを待ってください。ボールを待つ、こういう感じです。やっぱりね、ボール飛ばしたいからって言って振る方は多いんですけど、振ると逆にボールは飛ばないので、ボールがもう下に行くことが多くなってしまうんですね。ボールが飛ばない、ネットする、だからもっと振ろうって言って、もうそれ負の連鎖に入ってしまってるんで、ボールを待つということ、一回ボールを引きつけてしっかりボレーができるようにやってもらえれば、ボールは後ろで取れば飛んでくれるんで、前で取るから飛ばなくなってしまうんで、しっかりボールを引きつけて打てるようにお願いします。はい。